2021年10月3日、祝ラスカー賞、アメリカ医学会の賞です。を受賞されましたカリコ博士、ワイスマン博士の RNA 就職研究の解説をしたいと思います。これはファイザーなどのメッセンジャー RNA ワクチンの基礎技術となっておりますので、本動画はワクチンの解説になっているとお考えください。カリコ博士、ワイスマン博士の、受賞を祝うとともに、ワクチンの解説になっております。講師を務めます朝倉は日本分子生物学会の会員で、駿台予備学校の生物科講師として、生物を教えてまいりました。そして船橋市議会ではこの特にコロナの状況の中で PCR や変異株のことを分子生物学の、知見を生かしながら保健所の検査室の、体制などについて質疑を重ねてまいりました。ウイルスと遺伝子という本も書いております。それでは2021年のラスカー賞受賞となったわけですが、実はその原論文は2005年の論文です。で、2005年の論文っていうのはここですね。ここを見ていただければ2005年の論文です。で、そしてその研究のテーマは RNA、そして後で出てきますトールライクレセプターなどのことでありまして、あとヌクレオチドモディモディフィケーション、これ修飾という意味ですけど、これらがその論文の基本となっております。それではその内容はこれから解説をしてまいりたいと思います。カリコ博士の研究の歴史は決して平坦なものではありませんでした。まずはハンガリーからアメリカに出国するときにこのようにテディベアに全財産忍ばせ出国したり、そしてアメリカでの研究もそうすぐに業績が認められるわけではなかったということですね。で、そういう中でも研究を続け、今回の受賞に至った、まあ、受賞するために研究してたわけじゃないんですが、今回の、メッセンジャー RNA ワクチンの開発の基礎を作られたということです。さて、本動画で、メッセンジャー RNA ワクチンと言ってるのは、今カリコさんがいますビオンテックと共同開発したファイザーのワクチンのことを中心に言ってます。ただモデルナも基本原理は一緒でありますので、基本的にファイザーの話をしておりますが、モデルナも基本は近いものだと考えてください。で、さてそのファイザーのワクチン、皆さん打たれた方もおられると思うんですが、ファイザーのワクチンの正式名称はこうなんですね。ウイルスワクチン、コミナティ筋注筋肉注射、コロナウイルス収縮ウリジン。この収縮ウリジンというのが一つの大きなポイントとなってきます。 RNA ワクチンで、普通 RNA ワクチンとかメッセンジャー RNA ワクチンと表現されるんですけど、収縮ウリジンのところは省略されて、解説がされるんですが、実は、カリコさんたちがやったのはこの収縮ウリジンというところ、ここを今日解説をしていきたいと思います。さて、これはもう皆さんご存知の方も多いと思うんですが、一般のこれまでのワクチンとメッセンジャー RNA ワクチンの違いですね。これはこれまでのワクチンは、ワクチン、ウイルスなどをそのまま、あるいは生きたまま、弱毒化した生きたまま、あるいは殺した状態でその成分を注射する形になります。でそうするとその注射した成分が樹状細胞なんかが認識をして、そして免疫系を発動させて、主に中和抗体という、ウイルス、次に侵入してきてくるウイルスに対して、槍のように串刺しにするものを中心に作らせるんですね。一方、メッセンジャー RNA ワクチンは、メッセンジャー RNA という、この特に今回の場合には S タンパクというウイルスのトゲの突起タンパクを指定する遺伝子を入れます。で、遺伝子を入れて RNA というものを入れますけど、でそれでその RNA が人の細胞の中に入って、人の細胞の中で人の細胞自身が自ら筋肉細胞自身が S タンパクを作るんですね。でその S タンパクを免疫細胞たちが認識をして中和抗体を作らせるとともに、実は
もう一つ、この細胞表面にそのウイルス成分を提示することで、細胞障害性 T 細胞というものも活性化しまして、細胞性免疫というもう一つの免疫系も発動しやすくなるというのが特徴であります。それはまた後で詳しく解説したいと思います。さて、カリコさんたちの研究によって実際のファイザーのワクチンに使われている物質がどのように変えられたかということなんですが、実はわずかこれこうだけなんですね。これが自然のウリジンという、一般に私たちもウイルスも普通に使ってる、そのものです。RNA の成分です。で、このウリジンのところの、ここが、窒素ですね。で、ここが炭素です。で、これを、逆にした。で、こっちが炭素で、ここを窒素にしたと。で、これがシュードウリジンというもの。で、それにさらにメチル基をつけたものが、1メチルシュードウリジンということで、ファイザーのワクチンに使われている、この修飾ウリジンということになります。わずか3箇所ですね。で、これだけで、実は人の免疫系を、自然免疫というものを、に認識を、されずに、メッセンジャー RNA が、人の細胞に入って働きやすいという仕組みができるんです。で、カリコのたちの、さんたちの研究を、本当に結論だけ見ると、わずかこれだけという話。ただ、これに15年の努力がされてきたということです。それでは、ウイルスの基本点を確認をしておきましょう。ウイルスは、細菌のように自ら分裂して増えることはできないですね。こう単独で自己増殖できません。2つに分裂して増えることはしない。必ず人の細胞の中に侵入して遺伝子 RNA を打ち込んで、それが発現をしてウイルスの子供の成分ができて脱出してくるということです。で、この時に侵入する時にここですね、人の細胞の ACE というアンテナにウイルスのトゲタンパクの S タンパクが結合する。ここが侵入路となるものですから、今回のファイザーのモデルも一緒ですけど、この S タンパクをブロックして人の細胞に侵入させないようにしようというのが、基本的な考え方です。さて、ここで3つの問いを立ててみましょう。で、1つは、これは知っておいた方がウイルスとかワクチンのことが分かるのし、私たちの人の体の中で普段どのように遺伝子が働いているかを知っておく方がいいと思いますので、1番の話をします。そして、この1番の話を、基本的なところをご理解いただいた上で、次にですね、で、この仕組みのどっかをウイルスが乗っ取るんですね。どこを乗っ取るのか。で、じゃあ、それに対抗するメッセンジャーワクチンってのはどこに働くのか、1番を理解して2番、3番の問いに入っていきたいと思います。さて、遺伝子というと非常に難しく感じられると思うんですね。で、逆に専門的に学ぼうとすれば、書店に行けば、詳しい本がいっぱいありますので、学べるんですが、ただ、多くの人が遺伝子という言葉の取っかかりのところで、その入りにくくなっておりますので、ちょっと一つ例えを、で説明したいと思います。遺伝子に近いイメージのものとして、CD っていうのがですね、今最近音楽を、直接もうスマホから聞く時代になりましたから、 CD ってコンパクトディスク、丸い円盤買わなくても音楽聴けるようになっているんですけど、ちょっと10年ぐらい前まで思い出してください。 CD っていうのをよく使ってますね。で、この CD の、元々のデータは音楽会社が、乃木坂とか誰でもいいんですけど、その歌手の本番での、このなんていうかな、録音をして、その録音データを音楽会社が持ってるわけですね。で、この原本は必ず音楽会社にあると。で、それを販売用の CD にして、各店舗に同じコピーをどんどん送っていくんですね。で、その上で、このコピーされた CD プレーヤーを各家で、カセット CD プレーヤーという、その翻訳装置にかけると実際の音楽が出てくるという流れです。で、これに近いんです。情報の原本があって、情報のコピーがあって、実際使うものがあるという流れが、実は DNA、
DNA というのが核という細胞の中の真ん中の大きな入れ物の中に入ってる、あ、やっぱり小さなですね、真ん中にある袋に入った入れ物の中に入ってる、DNA です。で、それをコピーして、その細胞の周囲に出てくるメッセンジャー RNA というコピーがあって、このメッセンジャー RNA をリボゾームという読み取り装置でタンパク質に変えていく。で、タンパク質ができると、タンパク質がいろいろ酵素などさまざまな働きをしますので、他の物質もタンパク質の働きによって作られることができまして、人の、体で必要なものが作られていくという流れなんですね。じゃあ、具体的に細胞の絵で見ていきます。で、これが人の具体的な細胞の中での遺伝情報発現の流れです。で、実は他の細胞からこれこれこういうものを作りなさいという指令が来るんですね。これ有名なのがホルモンなんかが来ます。で、そうそう、それをアンテナで受け止めまして、そうすると、そのこういう指令が来たよってことを、その核に伝える、核というところに伝えるんですね。で、そうすると、こうスイッチオンのタンパクがあって、スイッチオンをさせると、DNA は二重らせん構造してるんですけど、開くんです。開いた上で、そしてその片側の情報をメッセンジャー RNA というものに読みコピーして読み取っていくんです。で、これが裏返しコピーなんですけど、裏返しコピーして読み取っていくと。で、このメッセンジャー RNA を、少しシンプルにした上で、細胞質に持っていくんですね。で、細胞質に行くと、このリボゾームというさっき出てきた読み取り装置が、このメッセンジャー RNA の上にある暗号を読み解いて、タンパク質のアミノ酸の並びを作っていくという流れです。さて、ここに G とか T とか、ここに G とか C とか A とか T とかいう記号がありますね。で、ここにもあります。ここにもあります。そしてここにもあります。で、実は ATGC と、それから RNA の場合には T の代わりに U があるんですが、これらのなんか4文字の暗号で示されるような並びがあるんです。これ塩基配列と言ってます。で、これが最終的に3文字ずつ読まれます。3文字ずつ。で、それが1つの3文字ずつの情報が1つのアミノ酸になっていくんですね。で、アミノ酸がつながってくると、タンパク質というものが出てきてくるんです。で、その様子を見てみてください。さて、今、その情報の原本といった DNA と、それからそのコピーといった RNA で、これはちょっと特徴の違いがありまして、 DNA というのは2本の鎖が螺旋状になっているんですね。必ず2本対面しております。一方、 RNA というのは1本の鎖なんです。で、そこが違う点なんですけど、共通点はさっき言ったように、ATGC という塩基を持つこと。ただ、微妙に違って RNA の場合には T の代わりに U を持っているということですね。で、この ATGC の塩基の並びが実は情報になってるんですということです。さて、それで、ちょっと DNA のところで見ておいてほしいんですけど、二重らせんを形成するときに A の反対側には T があります。で、T の反対側に A があります。で、G の反対側には C があります。で、C の反対側には G があります。で、実はこの、相手 A の反対側には T、G の反対側には C が結合するというのは、分子の形からぴったり決まってまして、で、RNA と DNA が対面することもあるんですけど、 T の代わりに U が使われて、この原則が守られるんです。それを塩基の相補性と言います。じゃあ、次に行きます。塩基の相補性というのは、さっき言ったように A に対しては DNA の場合には T、 DNA と RNA が対面するときには U ですね。で、これらがこう分子がぴったりと、か鍵と鍵穴みたいに形が合う形になってるわけですね。ここに、ここうまく鍵と鍵穴みたいに形が合うんです。で、ここもそうですね。ここも鍵と鍵穴みたいに形が合うようになってるんです。で、必ずこのペア、A と T、あるいは A と U、G と C が対面するという原則を守っておりまして、これが塩基の相補性という、お互い補い、その相手が決まって、反対側には、その必ずペアの相手が同じ、この A に対しては U、あるいは T、逆に言うと U に対しては A、T に対しては A と、で、G に対しては C、C に対しては G ということが決まっている。で、この U が特に今日の
メッセンジャーのワクチンに関係するところですので見ておいてください。さて、先ほど、3つの文字で、1つのアミノ酸を指定するというふうに言いました。でこれはなぜかというと、まず数字的なパターンがそうなんですね。で4種類の塩基を3つ並びさせますと64種類の暗号ができます。 4×4 で。そうすると20種類のアミノ酸を別々に指定することができるんですね。ところが仮にこれ2種類だけだったとすると16通りまでしか指定ができませんので足りないということで、自然界はその3種類の塩基で3文字で1つのアミノ酸を指定するようになった。でそのどういう塩基の並びがどういうアミノ酸を指定するかということが1960年代に確かめられて遺伝暗号表というのが作られております。でこれは人から大腸菌からウイルス、ウイルスは結局人の仕組みを乗っ取るので人と同じ暗号の仕組みを使うわけですけど、全く同じ暗号になっております。まあ厳密に言いますと少し方言みたいなのが一部あるんですが、まあ、基本的には全く同じ暗号になっております。これを遺伝暗号表と言います。さて遺伝暗号は慣れてしまうと、まあ、パズルみたいで面白くなってくるんですが、最初に聞く人はイメージが湧きにくいと思いますので、それに近いものとしてはモールス信号とがあります。でモールス信号というのは聞いたことがあると思うんですが、今は使ってないんですけど、昔海難救助などで使われてた。まあ、今は海難救助では使ってないんですが、他の分野でまだ使ってますけどね、モールス信号というのがあります。でモールス信号は英語のアルファベット26文字を、トーとツンという、まあ超音と単音ですね。でこの短い打ち方と長い打ち方、そして英語の26文字のアルファベットを表現する。例えば一番有名なのが SOS。トトトツーツーツートトトというと、トトトが S を示し、ツーツーツーが O ですね、O を示し、また S を示す。セーブアウアシップということで、我が船を助けてくれという救助暗号として SOS というのが有名ですね。で、これと基本的に同じ原理、近い原理ですね。というのは、例えば SOS でできればよかったんですが、アミノ酸の略語もアルファベットで1文字があるんですが、O がないもんですから、ちょっと D に置き換えてました。SDS というものを、セリン、アスパラギン酸、セリンという並びで、塩基配列、アミノ酸配列を決める塩基配列は UCU、GAU、AGU です。ということですね。でこれでまあこれ一例ですけど、こういうのが決まってくると、まあ S は実はまあたくさんの種類が64暗号で20アミノ酸を示しますので、ちょっとその同じ別の暗号がまあ同じアミノ酸を示すこともありまして、特にセリンなんかはなんと6種類の暗号がこれ全部セリンを示してくるんですね。ということで、セリンを示す場合でも UCU で示すセリンもあれば AGU でもセリンを示すことができるということで、まあ、これ結果的には SDS になるということですね。で、まあアスパラギン酸の場合にはこうなります。さて、まあ、本日の後半に出てきますが、メッセンジャー RNA ワクチンでは実はその U のところを Y 修飾リジンに変えてるんですね。そしてあえてそのセリンの暗号を人がよく読み込むタイプの別のセリンの暗号に置き換えたです。で、これを同義置換と言います。という工夫がされております。さて、初めての人はちょっと難しかった話もあると思うので、もう一回基本的なところを確認していきますね。DNA という情報をメッセンジャー RNA というものをコピーに移し取って、それを最終的にタンパクに行く流れがある。で、それが細胞の中では、こう DNA の二重らせんをほどいて片側の鎖の塩基配列数を読み込む。でその時にここをよく見てほしいんですが、 A の反対側には U と、G の反対側には C という裏返しの相補性を守りながら読み込む。だから裏返しコピーな、正確には裏返しコピーをします。で裏返ししたコピーしたものが、細胞質に出てきて、
ここの GGC という3つ組に対してあるアミノ酸が決まってくるということですね。で、UAU という3つ組に対してあるアミノ酸が決まってくる。で、この仲立ちをしているトランスファーレネというのもあるんですが、まあ、本日はちょっと説明省略します。まあ、この運び屋 RNA があるんですね。さて、人の細胞の話になりましたけど、じゃあウイルスとワクチンの話に話を戻しましょう。結局、今回のメッセンジャー RNA ワクチン、まあ、カリコ博士らの研究が基礎になったメッセンジャー RNA ワクチン、はどこに働く、あるいはそれを、まあ、今、世界で猛威を振るい続けている SARS-CoV-2 はどこに働きかけるかというと、ここの核の部分には直接働きかけないんですね。まあ、ここは人の大切な遺伝子の原本が入ってますから、まあ、ここに働きかけると、いろいろ、まあ、いろいろ、なんていうかな、問題があります。問題がちょっと難しくなりますけど、今回はこの核はスルーできて、ここですね、最終的にタンパクを、メッセンジャー RNA の情報をタンパクに翻訳するところの、このメッセンジャー RNA のところに働きかける。で、SARS-CoV-2 自身は、ここのメッセンジャー RNA、人のメッセンジャー RNA を押しのけて、自らのウイルスタンパクを合成させるために使うし、逆にワクチンは、ここに S タンパクというウイルス全体を作らせればいいわけじゃなくて、トゲトゲのトキタンパクだけを作らせて、そのトキタンパクに対する人の免疫を発動させようというのが、基本ですので、基本的にここに働きかけているというところですね。さて、ここで誰し、あの、考える疑問が出てきます。まあ、今、最終的にウイルスが、まあ、侵入してくる様子を書きましたけど、ウイルスに対して私たちの免疫系が頑張って対抗しようとするんですね。だったら同じように細胞の外からやってくるメッセンジャー RNA ワクチンだって異物じゃないかということです。だったら、異物を排除する仕組みである免疫系が、まあ、そのメッセンジャー RNA、侵入するメッセンジャー RNA もそのものに対して攻撃をしないのかということですね。で、これは実は、この疑問は2000年代のカリコも含む研究者自身の悩みだったんです。で、実は当時研究をしてた時に、2000年代初頭ですけど、そのメッセンジャー RNA を外から、細胞に入れて働かせようとすると炎症が起こるんですね。必ず、まあ、その、まあ、免疫反炎症というのは免疫反応の一種ですけど、やっぱり異物として拒絶されてしまうと、それで研究がうまくいかないというところで、そこを克服することからカリコたちの研究が始まった。さて、免疫系について基本点を、まあ、見てみましょう。で、免疫系は、まあ、自然免疫と獲得免疫というのがありまして、自然免疫というのは、とにかくまあ、一番分かりやすいのは白血球グループの好中球がパクパクとこう食べるという仕組みですね、食作用で。で、それに対して獲得免疫というのは、この今入ってきた抗原の特徴を捕まえて、こういう特徴がありますよということを、まあ、ヘルパー T 細胞という親分の細胞が、まあ、例えば B 細胞というものに指令をすると。で、B 細胞は、そういう形の抗原が入ってきたのか、じゃあこういう形の抗体を作って、この抗体で、羽交い締めしてやりましょうということで、A という細菌だったら A に対する、B という別の細菌だったら B に対する別の抗体を作って羽交い締めにして、やる反応で、これは体液で、血液とかリンパ液で起こるので体液性免疫と言ってます。一方、これは主に細菌に対して働くんですね。細菌、外に、細胞の外にいる細菌に対して働くんですが、こっちはウイルスです。で、ウイルスというのは実は細胞の中に入ってしまうんですね。で、細胞の中に入ってしまうと飛び道具が役立たない。で、飛び道具が役立たないので、どうするかというと、まあ、侵入された細胞ごと壊すしかないんですね。ということで、侵入された細胞を、キラー T 細胞というのが、まあ、細胞障害性 T 細胞というのが攻撃する。で、これを細胞が細胞を攻撃するので細胞性免疫と言います。で、この図は実は高校生物基礎の教科書の図を基本に私が、まあ、アレンジをして、
書き上げた図なんですが、自然免疫というものが、まあ、簡単にしか書いてありませんね。しかし最近この自然免疫というのが非常に注目されてきて、実はこっちはまあ、こっちに対しての、まあ、仕組みが今回のワクチンの基本になるんです。さて、先ほど図で見た自然免疫と獲得免疫、体液性免疫と細胞性免疫を合わせたやつを獲得免疫と言ってますけど、を比較してみましょう。自然免疫というのは相手を見分けずに、とにかく手当たり次第に攻撃するという形です。相手の特徴、大雑把ですね。まあこれは多分細菌の物質だろう、 あるいはこれだったらウイルスの物質だろうということを大雑把に見分けてすぐに対応できるんです。非常に早く対応できます。で、相手を正確に見分けてないので非特異的と言ってます。はい。で、その中にトールライクレセプターというのがですね、で、これが後で出てきます。さて、一方、獲得免疫は、その今侵入してきた細菌の、抗原の特徴を正確に捉まえて、それにぴったりと合う抗体を作る。あるいはそれを細胞表面に出した感染細胞を攻撃するということで、その特異的というか、その相手を正確に見分けるんですね。ただその代わり遅いんです。まあ、イメージとしては4日間から1週間ぐらいかかると。で、こっちはもうすぐに発動できます。さて、この早い自然免疫の基本にトールライクレセプターという仕組みがあるんですが、それをまあちょっと考えてみましょう。で、ここで最初のカリコの論文に戻りますが、ここに実は原論文ですね、2005年の原論文ですが、ここに トルライクレセプターのがあるんですね。論文の冒頭にこれが書いてある。サプレッションオブ RNA リコグネーションバイトルライクレセプター、トルライクレセプターによる RNA の認識を抑制するという論文ですね。さて、それではそのトルライクレセプターとは何かと。で、トルライクレセプターというのは自然免疫の一種なんですが、まあ、自然免疫で非常に分かりやすいのが、単純に食べる、食材パクパクと食べる話だけですね。あとは物理的に皮膚なんかが細菌の侵入を防いでる、それから粘膜が細菌の侵入を物理的に防いだり、あるいは粘膜にはリゾチームという、菌の細胞壁を溶解する物質があって、涙とか鼻水にはリゾチームが含まれているので、抗菌作用があるということは聞いたことがあると思うんですが、こういう仕組みです。で、その他に実は最近、まあ、最近でもないですけど、非常に分かってきたのがトルライクレセプターというものです。細菌、ウイルスなどに共通の成分、どの細菌かまでは分かんないけど、これだったら細菌由来だろう、これだったらウイルス由来だろうということを、認識をして、まあ、炎症というのは免疫を起こさせるという話です。で、これが、まあ、トルライクレセプターというんですが、トルというのは実はドイツ語ですごいということで、まあ、日本語に直訳するとすごいレセプターということなんですが、まあ、これは別に、免疫がすごいという意味で名付けられたわけじゃなくて、症状媒のセハラの軸の決定をする遺伝子で、それを見た研究者がすごいと言った、ドイツ語でトルと言ったことから名付けられて、それに似たものが、似たライクというのは似たものが人の免疫細胞にもあったということですね。さて、そのトルライクレセプターのには、まあ、9種類ぐらい有名なやつがありまして、その多くは細胞表面で細菌の細胞壁を感受するもの、あるいは細菌の弁毛を感受するものがあります。で、エンドソームという細胞の中に、ある膜の中で1本差 RNA、2本差 RNA とか非メチル CPG というのを見分けるものがあります。で、これは基本的にこっちが細菌グループですね。細胞の中に入ってこない、外で増殖している細菌グループを見分けるのが細胞膜表面にあるんですけど、ウイルスを見分けるやつは細胞に侵入してきますので、細胞の中のエンドソームというもので、これウイルス、対ウイルスのところですね。で、その中の特に1本差 RNA というのが、このトールライクレセプターの7と8というのが、実はさっき2005年に2000年の初頭に
一本 RNA を研究者が細胞に打ち込んで、細胞にある作用をさせようとしたんだけど、炎症が反応が起こった、それに困っていたというのが、このトールライクレセプター78の自然免疫による排除です。で、なぜ排除するかというと、実は人の細胞の中のメッセンジャー RNA、普段使っているメッセンジャー RNA があるんですが、それは、修飾されるんですね。で、修飾されるというのは、少し分子にメチル基とか、いろんなものをくっつけるんです。くっつけるんですね。そういう、仕組みがあるんです。ところが、外から入ってきたウイルスというのは、RNA 修飾がする時間が、時間というか、そのウイルスそのものは RNA 修飾、ウイルス RNA そのものは RNA 修飾されてないし、侵入してきた後に、少しは人の、その酵素によって RNA 修飾されるかもしれないけど、非常に遅いですので、大量に何も標識がついてない RNA が来た。これはウイルス由来だろう、危険だということで、このトールライクレセプターが認識をして、人の自然免疫系を発動させて排除する方向に働くんですね。で、そこでカリコたちは、先ほど言ったように、ウリジン、自然の裸のウリジンを、イチル修道ウリジンにすることによって、トールライクレセプター78の、自然免疫の発動を回避したんですね。つまり、メッセンジャー RNA に打ち込んでも炎症が起こりにくい形にしたんです。そして、同時に、実は人の細胞の中での、働きが増強されまして、たくさんのタンパクを作ることができるということが分かりまして、これが今回のファイザーなどのワクチンの基本性になって、さて、私はこの、コロナウイルス収束ウリジンが2月16日に特例承認されたときに、ここら辺の RNA の塩基配列と、ウイルスタンあの S タンパクのアミノ酸配列を調べてみたんです。ところが、それぞれ別々には表記されてたんですが、なかなか統一的に表記されていたものがなかった。その後、変異株の話も出てきたので、これは自分で作るしかないかなと思いまして、私のホームページに3月4日付で、これを発信、その後いろいろ改良しましたけど、発信をしました。1行目がワクチンのメッセンジャー RNA ですね。で、青字が置換というのは、もう Y があると、U は全部 Y に置き換えているということは、もうあえて、もう、全部の共通事項なので書かなかったんですが、その他に、さっきセリンが、別のセリンの暗号に置き換えられるというところで、あえて別の暗号に置き換えた同義置換というのを少し青で示しました。で、そして、ウイルスの S タンパクの原本に相当するものをここに書いた。そしてどういうアミノ酸かというのを1文字略語で書きました。で、変異株の位置もここに指定しました。というものを公開しておりますので、ぜひご覧ください。ということで、私のサイト、朝倉未来の公式サイトの中の検索窓でもいいんですが、なんと、こういう情報を発信しているのが少ない、ということもあるんでしょうけど、Google で就職ウリジン塩基配列を検索すると、2番目に私の情報が、一発で出てきますので、どうぞご覧いただければと思います。この私のこの、ページだけ見ると、ちょっと難しくて分かりにくいという声もいただいたんですが、今日の動画の解説とともに見ていただければ、カリコたちの研究が今回の、ファイザーの、これファイザーのことですけど、ワクチンには反映してるなということがよくわかる、実感できると思います。ご清聴ありがとうございました。明日、ノーベル医学生理学賞が発表されます。で、カリコさんは、有力候補になってますけど、彼女たちが、賞を受賞しよう、ノーベル賞を受賞しようとしまいと、今回の、コロナウイルスに対抗する上で、非常に重要な基礎研究をした事実は変わりませんので、感謝の言葉を述べて終わりにしたいと思います。カリコさんたち、どうも、ありがとうございました。